ちらは沼田市沼津町に鎮座する小石神社です。ここには沼田市の重要文化財に指定されている沼津一切経や群馬県の重要文化財である石像七重の塔がある場所としても知られています。小石神社は建治2年丸山と呼ばれた現在の愛宕山に祀られたものが天正12年に山の中腹へと再建され元禄14年に今の場所に移ったとされています。境内奥に積まれた石垣は亀の甲羅のような形に加工した石を積み上げる亀甲積みになっており、信州高遠の石工によって作られました。上の境内へと続く石段を登っていくと社殿の前に少し変わった狛犬がいます。それがこちらの狛犬、明和4年生まれで石段と同じく信州高遠の石工により作られました。阿吽の位置が反対でお腹の下のくり抜きがなく、まるでミニチュアダックスフンドのような長い胴体の狛犬です。まだ石工たちが狛犬というものをよく知らずに伝聞や想像で作り始めた頃の初め狛犬と呼ばれるもので、素朴で庶民的な姿をした初め狛犬が社を守り続けています。社殿右側にあるこちらの蔵には沼田市の重要文化財に指定されている沼津一切経と呼ばれる経典が収められています。これは宝暦9年に沼津村の小林多左衛門元房という人が発起人となり、村人たちの汽車300両で京都の比叡山から勘定したものです。全館33箱あるのですが、毎年4月3日には氏子の方々が経箱を担いで町内の家々を巡り、無病息災を願う祭礼が行われています。そして境内の左奥にあるこちらの石段を登った先には小林多左衛門さんを供養するために作られた総塔があります。行ってみましょう。こちらが群馬県指定の重要文化財である石像七重の塔。明和4年に作られ、安山岩製の塔身部は7層の屋外と塔身からなっています。高さはおよそ6メートル30センチ。中を覗くと鉄柱が各層を貫いているのがわかります。さらに安定を図るため屋外とその上の塔身を一石で作り出しています。大きさおよび視覚的力学的安定感を持った構造、さらに細工の精巧さにおいて群馬県内でも類を見ない石造物です。